はい、事前調査、東京新聞杯ですね。出走表行きましょうか。はい。えー、東京ですね。ああかえー、東京ああええ、え、え、開幕。あ、じゃあ開幕中ちゃうね。そうか、そうか。さっきからか、ネギシ始まってるか、ら2週目ですね。ただ、えー、芝のレース、そんなまた見てないんですけど。まあ。 ちょっと今、バアバあんま調べてないんですいませんけど、まあ、とりあえず、えー、え過去のデータから言うと、まあ、えー、一応基本はもう内枠ですって、はい、外出しありますけど、比較的内枠らしいです。そう、ていうとあんま最近のデータ出てないんですけど、内枠がい,いらしいですよ。うん。でも枠順関係なしに印はある程度落ちましたっけど、 はい。えー、この舞台ちょっと面白いですよね。もう印しっき見せましたっけど、ある程度ですね。えー、っと、ちょっと去年とかよりメンバーね、豪華ちゃうんかなと思いますね。えー、っと、まず6歳馬、5歳馬の、えー、コバですけど、グレーターロンドンでしょで、G1 母のアードマイヤリードでしょうん。で、クルーガー・ガリーバルディでしょんで、あと誰おるのタノン・プラチナでしょうん。 ベルキャニオンとかもなんか、マイネラルアラートもあれやね。去年4着、今年3着ぐらいね。結構揃ってんね。ハクサンルドルフも出てくるんか。このも条件上がってきたね。前ね。パンへ駄菓てってね。ちょっと今回骨っぽいメンバー揃ってるんですよね。で、リスグラッシュね。アキアンサイバーで言うとリスグラッシュおるでしょなんでこう、ここなんか。マイル結局適正。ちょっと勝手な。うん。リスグラッシュここなんと思うぐらいに出てきたし。えー、あとはディバインコードでしょんで、 カーデラでしょで、サトノハルスでしょで、キャグニーでしょちょっと今年やばいね、メンバーが。はい。で、一番人気誰ですかってことで、誰ですかアドマイアリードなのかな多分。一応、この舞台の、一応、ヒンバットウィードも G1 買ったってことで、アドマイアリードかなと思ってます。あと、まあ、グレタロンドとか普通に人気出ますよね。G1 ですら人気出てるもんなんでね。はい。うん。 で、えー、もう、対抗、とりあえず、もう、キャグ2ぐらいで押さえときます。もう、言うことないですね。んこのまま、ないですよね、もう、理由。うん、もう、この舞台やったら、ね、皆さん、押さえるでしょ、とりあえず。はい。成績4004。はい。内訳、もう見る必要ないね、もうこれね。有名やね。はい。東京電書でしょ。はい。えー、キャピタルステークス。はい。プリンシパル。はい。セン ポーリーはい、2歳新馬4勝はい東京ですもん。ももう言うことありません。東京です。はい、あの、毎日王冠、競合相手ですら4着ですもん。もはい、強いです。はい、わかりました。ありがとうございました。もう言うことありません。はい。マイル適正、ケ、OK、ーでしょうね。マイルの方が今はムクとも呼んで、はい。うん。安崎記念まで引っ張るなら面白いかな。ちょっと G1 の金カメってあんまりね、勝負弱いとかあってあんまり買ってないんですけど、まあ、東京新聞杯ぐらいなら買っとかなあかんなーってレベルなんで。 はい、しっかり賞金取っておきましょう。またここ、えー、今年ラストのあの、半額セールが待っておるんで。はい、ここ一発買っておいた方がいいと思います。うん。はい、アンジョー横乗りさんですね。はい。えー、グレタロンドンのクロス三角ぐらいにしときますか。一応前層上がり使いましたね。はい。能力を取れてないですね。6歳は、このままね、えー、っと、確か何でしたっけえー、どっか悪いんですね。えー、体でしたっけうん。どっか悪いんで、えー、まだ10層ぐらいしかしたま、してませんと。 はい。足やったっけ予定になるんやったっけなこのまま確か。なんかそうな気ですよね。はい。で、まあ、えー、前走曲がり使えてましたし、問題ないと思います。ただ、まあ、どうでしょうこの前世紀の時より、いくら条件戦といえも、このパフォーマンスは、まあ、残ってるんかなって、ちょっと不安あるんと。うん、一応年以降重ねたんでね。まあ、前、まあ、それでも十分頑張ってる前やけどね、東京でね。う悪くないですね。前走中山ですもんね。まあまあ、ここで、えー、素足ぴゃん言ってもおかしくないんですけど。 うん。まあ、前世紀に比べたらちょっと押してるかなと思うんで、まあ、スクロさ三角ぐらいかな。えー、この舞台前残ったり、後ろ刺したり、結構いろいろありますけど。うん。ちょっともう一回ババ,バ調べます。すいません。ババ,バ全く調べてないんで東京の芝、ちょっとほんま今週全く見てなかったね。すいません。はい。まあ、こんなもんでしょうね。グレタランド本命は言い過ぎちゃうんかな。なんかね、すヤやしちゃうの場で基本前哨戦なんか都道関係は多いですし、運転の。うん。 モカフジテイクで学習したね。うん。あんな感じになるやろうね。と思います。はい。えー、サトナイス4番ってですね、<う>キャグニーに負けたんですけど、うん。はい。で、キャグニーより今回金量いくプラスでしょ。んで、ここね、まあその金量云々とかじゃなくて、安城ですよね。ルメちゃん乗られへんちゃうかったこれ。ね。確か。はい。気象停止ですよね。で、安情、ここ柴山さんって話聞いてます。 あかんねえいや、白山さん一回買ってるけどさ。いや、ちゃうやん。ちゃうちゃうちゃう。ちゃうねん。重症の柴山さんで誘わないですやろ。ちょっとまずいんちゃうの。ちょっと厳しいんじゃないですか。言い方失礼ですけど。ルメちゃんやから買おうかな思ったんですけど、ルメちゃんちゃうからやめときましょうってなったんですね。4番手ぐらいにしときましょうか。はい。服、穴ぐらいにしときましょう。はい。もう言うことないです。はい。で、こうアドマーリードね、一番人気になりそうなんですけど、安城ジョ・さん悪くないんですけど。うん。 えー、去年ビクトリアマイル買ったんですけど、やっぱ本来はね、このまま1006より1008がええんかなと思って、うん、やっぱりこの不中品場ぐらいの距離がベストだと思ってます。はい。えー、ビクトリア勝ちましたけど、ババが渋々し取ったんで、ちょっとその恩恵恵まれたんと、ルメちゃんのエスコート良すぎたんとね、ビクトリアの時ね。うん。本来東京のマイルじゃなくて、前も言ってましたよ、確かね確か確か 京都1008とかね、こういうとこね、結構ずっと走ってたもので、やっぱこっちがね、個人的には独断と偏見ですけど、しっくりくるんですよ、レース見てるとね。ちょっと東京マイルではないんですよね、個人的にね。どっちかというと渋々戦と東京マイルではちょっとエスコートないと厳しいんちゃうかなと思ってます。いくら先んと先にとでてもね。はい。ちょっと罰印は言い過ぎですけど、ちょっとまた評価を上げると思いますけど、うん。そんなこの舞台無理もしてこないと思います。あ、賞金頭でした、このま 賞金頭ではないんか。リスグラッシュがおるから、賞金まあでも5000、4000万と十分足りるもんね。はい、了解です。えー、リスグラッシュ今んとこ印空白にしてますわ。えー、ちょっとわからないです。このままいつ買おうか。えー、結局初くらい3区ですけど、距離はマイルぐらいがベストですか。 うん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 ちょっとここ使ってきた理由わからないですね2000とかじゃ距離長いんですかいい舞台が見つからんかったんかなうん京都記念とかね走って面白いかなと思ったんですけど前走を見て距離長いって感じたんでしょうかねうん、まあ、マイルがええかマイルがいいんでしょうかねはいまあアルテミス買ってるんでねなんといってもねはいわかりました了解ですちょっとこのまま考えますまたちょっと今んとこ保留うん んで、ここ一応暫定の本命候補ですけど、今リスグラシュじゃないって言ったんで、本命候補しておきます。はい。まあ、人気どうでしょう出るんかわからないですけど、1位とこ、この馬を押しときましょうかね。ダナンプラチナですね。うん。で、ここ特にね、前走買ったとかね、上がりつかったとか、そんなんうぬんじゃのうって、うぬんじゃないです。もうここね、 えー、あんまりこういう機会ないんで、もう普通にここ現実馬券でもそうですけど、ちょっと妄想馬券はね、普通に考えますけど、現実馬券でね、私もここ、あんまり現実馬券重き住所症買わんってもう今年決めとるんで,で、もう軽く買うんですけど、もうここの舞台もう買うんやったらもう、タノンプラチアの単勝ちょっと、ちょっと3000ぐらい買おうて、5000かなぐらい買おう遊ぼうかなと思ってます。はい。えー、理由 えー、この馬、えー、今まで誰乗ってましたかって言ったら、もうエビちゃんダンスですよね、多分ね。多分エビナさんしか乗してなかったはずです。はい。5134今まで乗ってますけど、エビナさんの成績たし5134ですよね。そうですね。万年エビナさん乗ったわけですね。はい。で、今回誰乗るかなと思ったらね、エビナさんじゃないって言われたんですね、これね。えと思って、あれエビナさんなんで乗らんのと思って。エビナさんね、えー、あれ乗るんですね。 はい。電光ワンジュらしいんですね。まあ、前奏のファインプレイもあったし、三着ですよね。はい。ね、ビクトリアも二着やったんですかね、電光ワンジュって。なんかそんなやったね。電光ワンジュ乗るんや、と思って。え思っあ、ワンジュ誰乗るんや、と思って見たらね。田辺さんやねで、ここ別にね、田辺さんやったら東京の受賞買うか、っていう理由でもないんですね。うん。別に田辺さんやっ なったからって言って、いや、田辺さん別に重症最近いいってことないし、むしろ最近田辺さんやからって買うことないよって私言ってたんで、あーんと思って、田辺さんかと思って、あれなんで田辺さん売のあれ田辺さんと思ってあれ田辺さんグレータロンドンちゃうのと思ったらね、グレータロンドンがね、前奏ね、降ろされたんやね、これ。前奏のせいですか、これおろされたん。ここ川田さんのらしいですわ、グレータロンドン。うん、それの意味も含めてね、グレータロンドンちょっと印してあげたんですけど、実は。うん。 田辺さんじゃないんですわ。で、田辺さんがね、結局、グレータランド降されて、かつ、エビナさんがなぜか電光ワンジュ戦役かなか知らないですけど、乗ったと。で、田辺さんがダナンプラチャー乗るってことは、これ結構たまたまなんですけどね。うん。相手でナダナンプラチャー乗してくれたんですけど。もうこれね、田辺さんね、怒ってますわ、これ。これ怒ってる。グレータランド降されてもん。これ怒ってるわ、これ。もうこれ、もう維持でも貸すますわ、これ。もうそれだけですもういい理由。もうこれ維持でも貸す、これ。これ超維持やよ、これ。 維持だけに。えいや、もうほんまにもう超維持。ほんまにいや妄想馬券どう組み合わせか知らんけど、もう私決めました。もう現実馬券多分無駄のプラチナの短所しか多分買えません。これうん、短所どうでしょう。キャグにえー、ロンドンリードもいますでしょ。ここら辺にさすがに人気負ける。さすがに前作片手も人気負ける。リスナー者も一緒ね。さすがにこの相手に人気負けるとしても短所をね。おそらく8倍10倍過ぎるけどね。 8倍厚くと思うんで、もう単勝5000円突っ込んで4万円行きかばっちかしようかなと思ってます。はい。こういう機会ないんでね。うん。下ろされて、怒って、えー、かつね。エビナさんが開けるってこと。まあ、ない機会なんで、こんなん。うん。ずーっと乗ってたまま開けるんですよ。ありえんでしょ、これ。うん。もうこれか、まあそういう、電光アンジュもそうやねんけどね。うん。ただ、電光アンジュ乗るって決めたんならね。ナノンプラチナ、これ、チャンスですわ、これ。うん。 まあ前走ね、状態良かったんで悪くないと。はい。上がりもしっかり使えてね。えい競馬でしたわ。外回しのいい競馬。うん、これ考えるとチャンスですわ。これ田辺さんでしょう。絶対怒ってる。この光景たまにありますわ。こう降ろされた機種がね、これ前哨戦でリベンジするって。はい。まあ代表的なんで言うと、あれですか。ローズステークスですかね。モズカッチャン降ろされた時の和田流さんがラビット ららでで買ったぐぐいいの怒り方ぐらいですかね、はい、あれが超いですね、はい、あんな感じです。下ろされた怒っとると思うんで、今回。チャンスだよ、これ、はい。うん、もうチャンスでしょうね。うん、これはなかなかない。えー、偶然が2個続きましたねの。偶然というか、乗り下ろされたプラスで。はい、いつも乗ってた方がおらんっちゅう。海老名さんね。はい、これはチャンス。これはもうチャンスだよ、これ。頑張って。ただ、怒ってるよ、これ。グレータロンド、うろされた。怒ってるよ、これ。頑張れ。気合いだよ、これ。怒って、稼いで、これ。 発信度。これ <laughs> 本気や、これ。絶対怒ってるよこれ。馬い以上にも田辺さんが怒ってんもこれ。絶対怒ってるよこれ。まあ、前走買ったし、能力衰えてないっちゅうの一応証明したと思うんで。まだまだやれるぞってのは証明できたと思うんで。頑張ってください。東京マでルショー、ダナンプランチゃ間違いなく前走でパフォーマンス上がるでしょ、これ。はい。56キロですか、乗れの。ラッキーですね。今まで富士ステークスかね。まあ、57とか、あるいは、下手しいね、重いと58とされとったんでね。 ここでの56はチャンスですわ。えー、さすがに58とかよりは金利を絶対いるわけのはずなんで。うん。ベストの舞台は OK だと思います。50、え、すいません、56ですよね。もう教えてください。んですね。はい。OK です。ってことで、えー、ふ、東京新聞杯の方は今のところ、えー、下ろされた田辺さんが、えー、劇横プンプン回るってことで、ダノンプラチナを押しておきます。はい。東京新聞杯以上で終わります。ご清聴ありがとうございました。